手前2面4線が、柏原線。左寄りで列車が行き交っているのが、天理線のホーム、平田駅は、奈良県大和郡山市昭和町にある、近畿日本鉄道の駅。駅番号は、柏原線が B32, 天理線が H32. 開業当時、当駅が所在したヘグリ軍平橋村が、駅名の由来である。平田は、 ヘグリ軍の端部を意味する地名であると言われている。天理線ホーム地上駅で、2面4線の島式の柏原線のホームと、2面2線の相対式の天理線のホームがあり、線路は駅北方で合流している。駅舎は、駅西側にあり各ホームとは、地下道で連絡している。地下道から各ホーム及び駅舎へはエスカレーターが設置されている。 柏原線ホームは内側2線を、主本線、外側2線と対比線としている。なお、3番乗り場からは、大和最大寺方面への出発も可能である。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り、イカルガ町に所在する、高流寺駅と共に安土町駅への最寄り駅となっている。駅前ロータリーに、奈良交通が乗り入れていたが、 2009年2月、末日限りで廃止された。行き先は、近鉄高田駅行きと法隆寺駅行きであった。他に、奈良健康ランドの無料送迎バスが発着している。2012年4月23日より、安土町コミュニティバスが乗り入れている。ありがとうございます。